ついについに待ちに待った新作だー。なんとあのままにゲーム隠されたの新作。ままにゲーム隠された方がついに。しかも全シリーズ一つのアプリにまとまってさらに遊びやすく。でも我々は3まで全クリしているので、もちろん4やっていきます。おお、久々のこの感じ、ワクワク。出た、めっちゃ見えているまま。もちろん左のカーテンは開けません。あった?さすがに1日目は楽勝ね。さあ、二日目も張り切ってゲーム回収。何か、アイテムはあるかな?あれ、ここには何もないみたい。引き出しの中も空っぽだったが。こっちで放棄発見、放棄ってことは、おそらくゲームはソファーの下でしょう。おそらく右がゲームだが、左はなんだこれ?お、だよなってたけども、確かに左気になりますな。ということでもう一回やって、左の物体を確認。いやまま、縦で入れそうなスペースじゃないだろ。さすがのママさんでした。お、なんじゃこれめちゃ簡単じゃないか。ってやられたー。まさかの詐欺影大作戦だった。ママ、ここにいるけど。これは普通に取らせてくれるようです。お布団のこんもり、怪しすぎる。そしてゲームあったな、カーテンレールの上。これは何か、登れるアイテムが必要ですね。ってあや、何もないなこっち。てかさっきから左カーテンの裏めっちゃ気になるんだが。やっぱママってか顔押しつけすぎ。外から息子を監視するスタイル。このこんもりは罠じゃなかったか結局。また騙されたな、ハップ3目。今日も無事にゲームゲット。早くも5日目。お、初登場お姉ちゃん。髪の毛が生き物みたいなのはスルーしますね。こっちにはスマホいじいじママ。あれ、ゲームはどこに隠されてるんだ?あ、まさかの壺の中にあったけど。割ればそりゃバレます。ってことでお姉ちゃんのヘッドホンを拝借しようとしたが、これも怒られるわな。何か代わりになるアイテムは、まさかこの洗濯バサミを?気づけよ、運が止まったし耳痛いだろ絶対。はい、今度はちゃんとママの聴覚をシャットアウト。壺割ったらこれでも普通にバレそうですが。バレないのがこういうゲームなんです。さあさあ6日目。壺にヘビさん、引っかからんぜ。ってまさかのママに引っかかったー。どういう仕組みになってんだこれ。相変わらずの面白ママさん。あれだな、本を積み上げて踏み台にするんだなきっと。と思ったが本、ゲットできず。普通にカーテン閉めたら落ちてくる、めちゃシンプル仕掛けだったぜ。はい、このゲーム奪還生活も明日で1週間。おお、かわいいカメレオンちゃん。冷蔵庫にはバナナ。まずバナナを使ってみた結果。ママさん、身体能力高し。食べ物を粗末に扱うんじゃない。って感じかな?今度はこっちにバナナを置いてみたら。ハエがやってきました。これはカメレオンの餌になる。カメレオンちゃんいっけー。せっかく可愛いボイスがスロー再生で台無し。それにしてもゲームを落として取るとか、絶対にあかんだろ普通は。次で8日目、2週目に突入。ママ、ここに来てまた丸見えだが、ゲームはタンスの上にあったな。お、これはちょっと話題になった人をダメにするクッション。さすがにこれじゃ届かんか。てしまった、主人公もダメにされてしまった。こういうゲームオーバーもあったか。でも主人公がダメになっちゃうってことは。ママだってダメになっちゃいますよね。でも登るアイテムが見当たらない。どうすんだ?なんて思って捜索するも、特に何も見つからず。まさかの今度は届くんかーいってオチでした。最初届かなかったから、てっきり届かないと思い込んでましたね。出たこういう系名物、室内の水中。精霊でも住んでいるのかな?と思って覗いたら、落ちちゃった、すまん主人公。お、よく見たらこんなとこにカマキリ。これでママを脅して。なんてのは通じない、ママさんなんだなこれが。まさかの正解は理科的な内容。
カマキリを水につけてハリガネムシをゲッシュ。これすごいよな。気になる方はグーグル先生とかに聞いてね。このハリガネムシがまさかの、鍵代わりに。ゲームはいただいたー。やりー。お次、モウトオカメでございます。おっと、これは0点の回答用紙。最近実況してたアプリ、0点隠すとかぶった。そしてゲームはあったが、ママの真横。はて、これをどうやって取るのだろう。ママ。あ、しまった、さすがに違うか。そりゃ0点答案渡せばアウトです。ちょっとマジで正解がわからないぞ。皆様、わかりましたか？ですよね、そのまま取れるわけもなく。本当に、どうクリアするんだろうとよく観察していたら。やっと、仕掛けに気づけたぜ。もう気づいてる人も結構いるかな？それじゃあ正解発表。注目すべきは左上の日数の数字。はい、最初のページの左上に隠されてましたアイテム。10をゲット、これで0点の答案用紙もあら不思議。ってあれ、100点にできないって。こっちでちゃんとできたぜ。これをママさんに渡せば。さすがに全部ペケついてるし、ごまかせなくね。確かに。ついてるかーい。こういうとこは抜けてるママさん。出ました忍者。おなじみっちゃおなじみ。お、なんか白い玉と。手裏剣ゲット。忍者だし、手裏剣を使ってみたら。ママ、不法侵入忍者はスルーでタンス傷つけたの怒る。じゃあ今度はこっち。お、忍者消えた？で、そこに入っただけかい。そしてまさかの、拉致されるという。近づいたら危険ならしょうがない。ちょっと物騒だけど。お、なんか手裏剣で脅したらゲーム切れました。おし、それじゃあお次12日目、本日ラスト。これは、ドミノ倒しだよな。他はノーアイテム。これを置いて、どうゲームを奪還すんだろうか。では、ママ倒しちゃった。そしてグズってゲーム奪還という、まさかの高知能プレイ。ごめんごめん、これで許してってことか。ってことで本日は待望のママにゲーム隠された新作、プレイしました。やっぱ面白いですね、このシリーズは。あと2回ほど続く予定なので。また次回、お楽しみに。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。